皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょう。万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日の動画は久しぶり。バンコクに駐在してるなら皆さんご存知、スクミビット通りソイ24の日本人御用達のお店ラーメン一番にて懐かしいメニューをいただいてみたです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。ご案内は万歳大家です。今日の動画は久々の日本食店フロンポン駅そばのラーメン一番をご紹介したいと思います。ここはスクンビト通りソイ24です。はい、エンポリアム。今日のお目当てはこの店です。タイに移住して初期の頃から長くお世話になったこのお店の懐かしいメニューをいただいて初心に帰ってみました。はい、ラーメン一番です。意外と YouTube にこの店上がってないなと思ったので今日はちょっと取り上げてみようと思います。もろ日本風の SGA もちゃんとね。はい、この店もトンセイと同じで冷たいおしぼりと、無料のお茶がこうやって出てきます。今日のご注文の品はですね、ひとまずメニューをよく見て、こっちは麺類です。この店の麺類でね、おすすめなのはベンシン麺とかね、あとなんだっけ、麻婆麺、これも美味しかったかな。200バーツするんですね今ね。注文したのはですね、この野菜炒め90バーツ、それとご飯30バーツ、全部で120バーツですね。この店は全員タイ人で、でもオーナーの方は日本人なんですよね。こうやって調理するとこ見れるので、その手際の良さにいつも感心して見てました。久々に日本の週刊誌でも見てみようかな。4月8日のお料理が届きました。これ懐かしのメニューなんです。詳しいことは自宅へ帰ってナレーションします。ここじゃちょっと話が長くなるのでね。はい、自宅に帰った万歳大家です。これから少し語らせてください。このメニューでいただいたのは本当久しぶりでした。懐かしかったんです。タイに移住してきてまだタイ料理に慣れきっていなかった頃、このお店にはよく通いました。今から8年以上も前のことです。日本の町中華がそのままバンコクにやってきたような比較的リーズナブルなお店ラーメン一番、当時のお知り合いたちとも何度もいただきに来ました。初めて夕ご飯をこの店でいただいた時は本当にドッキリびっくりでした。白のワイシャツに黒のパンツ、日本でよく見るビジネスマンスタイルそのままの男性たちがずらりと席に並んで食事をしているのを見て、ここはどこかの社食にいるのと同じじゃないかと思ったものです。同時に店内にいるたくさんの日本人を見て、日本企業がこんなに海外進出してるんだという勢いをこの目で見たような気がしました。まさにジャパニーズビジネスマンたちがそこにいたのです。そんな人たちの中で万歳大家のいただいていたものはほとんどいつもこの野菜炒めかニラレバ炒め、そしてご飯とついてくるスープでした。昔は全部で90バーツぐらいだったかと思います。つまり一番出費の少ないものを選んでいただいていたのです。まさに修行でした。
この動画を撮影した時にいたお客さんも、やはり日本の方がほとんどで、タイ人のお客さんはいませんでした。そして皆さんお昼なのにビールを飲んでいました。万歳応援にとって当時、昼からビールなんてことはありえなかったです。これもワンルームマンション大家として、早く目標の物件数に達するための倹約、修行に勤しんでいたからです。夜飲んでいましたけどね。今は所有物件も目標を達成し、随分楽になっています。朝からビールを飲むこともあります。ごくたまにですけどね。そしてそろそろ次の物件を買うために物件探しを始めたところです。東京の物件でもバンコクの物件でもどっちでもいいと思っています。納得して購入するお部屋を探すのもとっても楽しいお仕事だと思います。そんなことも考えながら、久しぶりのお店で久しぶりの野菜炒め定食を初心に帰ったつもりで懐かしみ、そして味わいながらいただきました。節約日本食って感じですよね。でここのね、野菜炒めの特徴はですね、ラーメン二郎流でいくと腐ってないんです。シャキシャキすぎ、シャキマシマシみたいな感じなんだけど、実は半分生という噂もあるというかね、もうちょっと炒めてほしいなっていつも思いながらいただいてました。ちょっとどんな感じかな。ん、美味しいです。ちゃんと火が通ってるのいつもより。そしてもう一つの儀式はこのスープなんですけど、これもちょっとね薄味なのでね、5多分に盛れる醤油ぶち込みます、はい、これぐらいにするとちょうどねラーメンスープぐらいになっていい感じなんです、うん、美味しい美味しい。じゃあいただきます。週刊誌読む暇なかったです。このお店のご飯なんですけども、他の和食店と違ってね、完全にタイ米なんですよ。タイ米です。ちょっと独特の香りがあるんですよね。それに慣れるまでね、まあ今は慣れちゃったけど、やっぱり日本のご飯がいいな、タイにもありますからねと思いました。ごちそうさまでした。お会計は全部で120バーツでした、この通りのね左側映せるけど、右側はねいわゆる、マッサージ系の、タイの美人さんたちがいっぱい座ってるんですよね。そこをちょっと動画で映すのはと思いまして、こちら側しか撮れません。その動画を撮り終えて帰ろうとすると、お店の前にいた美人さんたちは万歳大家の顔を見るなり、うちわのようなもので顔を隠していました。動画や写真を撮られるのを避けているのです。SNS がタイの人たちにも広がってくるようになり、そんなリアクションがよく見られるようになりました。もちろん万歳大家もそのあたりの事情はわかっているつもりです。嫌な外国人には決してなりません。ならないように心がけます。タイに住まわせてもらっているということを忘れないようにしたいです。ちょっとだけ通りに出てみます。はい、こっちがフロンポ、向こうがスクビット通り。で、あの建物、あれは M コーティじゃないか、M コーティはもっと左かな、うん。あれがエンポリアムですね。久しぶりに来ました、この辺り。さて、これから万歳大家はどこへ行くでしょう。オヌットにちょっと行ってみます。その用事は別の動画にあげたいと思います。久しぶりに大家さんのお仕事です。今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあごきげんよう。